肩書きは畳職人です。面白い畳を作る人だねっていう風に取られがちなんですけど、自分としては光をいかにコントロールするとか、自分なりの陰影来散的な表現をしてるとは思ってます。畳で作る新たなアートの形、ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。畳職人山田健二、100年以上続く畳屋の5代目として生まれ、幼い頃からその伝統を肌で感じ続けてきた。そんな彼が生み出すのは全く新しい畳の形。もともと家業が畳屋だったんですけど、家業を継ぐつもりはなかったです。ただ2017年にたまたま遊びで変形した畳を作ったのがきっかけで、それを作った時に面白いアイデアを思いついたっていうか、これだったらなんか世界にもやっていけるんじゃないかっていうふうに勘違いしたのがきっかけですね。日本の畳をアートに。幼少期より畳に触れてきたからこそ気づいた、畳がアートになりうるその可能性。一番は光をうまくコントロールするっていうところを、それは光のパレットっていうのを呼んでるんですけど、いろんな角度の畳をちっちゃく並べておいて、その場所に置いておくと、いろんなモザイク状にいろんな色に光るじゃないですか。でそれをじゃあこの角度はこの場所でこの色が出るっていうのを調べておいて、それでその後に設計に生かしていくっていうやり方を取ってます。光で表情を変える畳、幾千のアートが存在する今、彼が語る畳で挑戦する意味とは。通常アートって絵を壁にかけたりとか、あと彫刻をまあ空間的なところに置いたりしてるんですけれども、床の面をこう捉えてそこにこう飾っていくっていうのは今まで意外となかったので、子どもたちはなんかこう竜に捕まって写真を撮ったりとか、そうやって作品の中に入り込めるような楽しみもできるので、また新しい概念になるんじゃないかなと思ってます。古くからあるもので新しいアートを創造する、歴史を背負い未来へと歩む畳職人山田健二のこれから。本当に自分が作るたびにいろんなチャレンジをしてきて、最初は幾何学模様だったりとか、次丸にして竜を作ったりとかっていう風に、常にこう自分がやりたいって思って作った時に、本当に自分の作品に魅了されてるようなところがあるので、常にこう違う作品は作り出し続けたいなと思いますね。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家下家安寿のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。